アモスの予言。このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ。お前たちは言う。新月祭はいつ終わるのか。穀物を売りたいものだ。安息日はいつ終わるのか。麦を売り尽くしたいものだ。エファバスは小さくし、分銅は重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう。弱い者を金で、貧しい者を靴一足の値で買い取ろう。また、くず麦を売ろう。その日が来ると、と主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。私はお前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変え、どの腰にも荒布をまとわせ、どの頭の髪の毛も剃り落とさせ、一人子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた日とする。見よ、その日が来ればと、主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。神の御言葉。私のもとに来なさい。私はあなた方を回復させよう。アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは通りがかりにマタイという人が
主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していった。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は朝税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。主の御言葉。キリストに賛美。